どうも、バグダッドカフェです。バグダッドカフェは、次13回目の公演を、7月の4日から9日まで、ジャントゥトゥクというカフェで行います。それぞれの作品、4作品あるんですけど、それぞれ毛色が違う作品ですので、ちょっとまずはそれはトークアバウトハーライフ表題作なんですけど、まあ、チラシにも書かれてるんですけど、はいはい、まあ、台本にセリフのない会話劇、普通はこういう会話がいっぱい書いてあって、たまにトガキが書いてあるっていう台本なんですけど、今回はこの椅子に座るとかトガキだけで構成された台本をやりますので、それがまあどういったものになるかはちょっと想像できないかと思いますけど、そこはまた劇場で見ていただければと思っております。モノローっていくのは女子4人で、1人の女性の恋心を語るという形なんですけど、なんでかこれちょっと音楽も、まあそうね、テクノってついてるし、モノローグっていうのが舞台の用語であって、一人語り、なんかこう刺すというか、光がバーッと当たって自分の内心を、私はなぜあの人を愛してしまったんだろうみたいなことを言うっていうのがあるんですけど、手法として、これを4人の女優さんで1人の人間の心情を語ってみるというような手法を使ってますね。それをちょっとそのテクノ的な音楽とテクノ的な手法でやってみてます。ポリビリティはこれは、3年前ぐらいにやった、再演なんですけど、これはすごい言葉、これは本当セリフばっかりで、逆にセリフの量がすごくて、言葉遊びとかダジャレというか、ダジャレばっかりの台本なので、そのなんかダジャレばっかり言い合う、どんな台本ですか。3人の女優が必死にダジャレ言い合う。最後、生活のリズムは、これは、男女2人 の、 生活の様子を、これはセリフが挨拶だけで、おはようとか、いただきますとかっていう挨拶だけで、あとはもう動きで、毎日が繰り返されていくっていう。台本もね、これ25分ぐらいあるお芝居なんですけど、1枚しかないですよね、台本が。これを5日間繰り返すぐらいの台本しかないんですけど、その台本から生まれたとは思えないような、ちょっとパフォーマンスの色が強いような作品なんです。喋らんけど細かいことをしてはるので、そういう細かいところも聞いたりしてるんや。何回も見たら、あ、こんなことしてたんやって何回も気づけるみたいな、そういう作品。そうですね。でこれ生演奏が作って、あ、そうですね、生演奏で、セッションも見れるかな、音楽とお芝居のセッションも見れるかなというところも見どころの一つですね。場所は、花園城、大阪は、四ツ橋線の花園城駅から徒歩3分ぐらいのところにあるジャンドゥドゥクという場所を開催します。で料金は、1回目は2000円ですけど、リピーター割引がありまして、2回目は1500円、3回目以降は何回見ても1000円なんと、はい、そういう制度になってます。別にどれ見てもいいんだよね、それ。そうだからトークアドアとハーライフばっかり3回見てもらってます土曜日の7時の回は終演後にバグダッドバーっていうのがカフェじゃない、そう、バグダッドカフェ、ちょっと嬉しい、バーというのがするので見に来ていただいたお客さんと、そんなアテンションにちょっと